皆さん、こんばんは。ちひろでございます。今日からね、ちょっと、ストーリーを今放送してる、生放送してると思うんですけど、ね、シリーズとして。ちょっとね、別のシリーズをやっていこうと、ちょっと思っています。なぜかっていうと、別にストーリーをやるとかじゃなくてね、別のクラスでやるとかじゃなくて、このゲームね、もうストーリーも、ね、さることながら、生活系、だからなんだろうな、物をクラフトしたりとか、金策するためにね、いろんな活動をするみたいな。っていうことがね、ちょっと豊富だ、あ、影になっちゃったな。まあいいか。いろいろありまして、手段が。ちょっとね、それをメインのストーリーにちょっとねじ込んでいくのはちょっと、ボリュームが多すぎると。いうことでね、ちょっと分けていこうかなと。思ってるわけなんです。ただストーリーはストーリーでやってね、ストーリーだけ見たい方はね、ストーリーだけ見れるようにね。ちょっと生活どんな感じでこのゲームやるんだろうって気になった方はね、こっちの動画をちょっと見てもらうという形をとっていこうかなと思って、ちょっとね、今日から別のシリーズということで、ちょっと主役の方をね、いつものエレンと、エレンウェンでもよかったんだけど、ちょっとね、なんかすごい光源変わったけど。ちょっとなんかね、アクセントとして別のキャラがいてもいいかなと思ったんで、最近ちょっとお気に入りの、椿でね、ちょっとやらせていただいてるんですけどもね、この子をちょっと使っていこうと思います。椿の修練さんというキャラクターですね。ちょっと待ってください。これか。違う。アクティブになってなかったゲーム。このクラスはどういうクラスかというと、ちょっと軽くクラスの説明もさせていただきましょうか。刀ね。そして、角弓という、弓。この2つを駆使して戦う。いわゆるブレイダーと呼ばれている、男性キャラの方のクラスね。あれの女性版といった感じの、立ち位置ですかね。基本的には刀と、弓で戦うんですけれど、この子が、覚醒武器というものを使いますと、ね、この槍を使って戦っていくと。この槍を使って、戦わせていきたいなと思ったんで、ちょっとね、椿をちょっと頑張って、レベリングしたら56人まで、なりました。今、なんだろう、アカウントにね、一つのアカウントに50何枚ぐらいの、1パールっていうね、安い価格で、プラスじゃないな、かける560%ぐらいだったかな。530%か。戦闘経験値とね、スキルが、ね、530%ずつ、1時間の間と。これがね、すごくて。これをつけてね、レベリングしたら1日で56に上がりましたんで。皆さんも多分ね、このゲーム始めたばかりの人であれば、多分これね、パールショップで、ちょっと見てみますか。パールショップ。マイレージね。マイレージってもう毎日ログインしてたらちょっとずつもらえるんで。その中でもこれです、この1パールね。私も全部もらってしまったんですけど、まだあるな、6個。別のキャラで使えるかな、これはね。これを交換して、そうだな、4、5枚ぐらいで56になったかな。これでちょっとレベリングなんかを先にやってみてもいいんじゃないかなと思っております。というわけでね、今日からね、ちょっと生活の方、この修練さんと一緒にね、やっていこうかなと思っております。というわけでいきましょうか。早速なんですけど、私、このベリア村という村に、ベリア村っていうのはもう最初に、あ、なんだ。砂漠テレビ、開いちゃった、ごめん。大体はこの辺り。どこだ？石室。なんちゃらの石室。ここだ。古代の石室の手前ぐらいで多分ゲーム始まると思うんですけど。
まあ、一番最初に行くのはこの辺りの、どこだ？これか、西部警備キャンプ。うん、で、ここでちょっとね、まあ、クエスト進めていくと、ちょっとこっちのベリア村に行ってくれって言われて、ね。まあ、最初に訪れる大きめの村ですかね。うん、まあ、ウルビア村っていうところがここにあって、こっちに行く人もいるんですけれども、大体はこのベリア村にね、最初の村として到達するんであろうと。この村がね、私ちょっと大のお気に入りになってしまいまして、ちょっとね、ここを拠点としてですよ、うん、まあ、生活系を極めていこうかと、うん、いう企画を今日から立ち上げようと思って始めたわけでございます。このね、ベリア村、もう有名ですね、この釣り場で。ね、NPC じゃなくてプレイヤーさんが、まあ、ずっとね、放置釣りをしていると、ご覧の通り。いるかな、でも。あんまりでも いないね。うん。あ、いた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 。うん、まあ、ご覧の通り、こういう感じでね、まあ、釣りってのはオートで、うん、まあ、ほっとけば、釣りしてくれるっていう、便利な機能がございますので。こんな感じでね、プレイヤーさんはね、釣りをして、放置して、うん、まあ、仕事をしたり、学校行ったりしてるのかな。それか寝てたりとか、あと別のことしてたりとかね。うん。なんかをしながら、こうやって放置しながら釣りをしてますよと。ね。おすすめらしいです。今でも。こうやって放置釣りして、まあ、魚をね、得て、その魚を使って、また何かね、二次制作物というか、うん、まあ、干物にしてみたりとか、ね。その魚肉を使って、まあ、料理したりとか、うん、っていうことをしながら、うん、行くといいらしいです。私はまだなんならね、全然知識を入れてません。この生活に関して。うん、もう、なんだろうな、試行錯誤しながらね、こんな感じでやっていくのかなっていうのも、うん、まあ、考えながら、もしくは調べながらね、うん、ちょっとやっていこうかなと思ってる。でね、一番最初にですよ、ちょっと、このベリア村で生活するんであればですよ。うん、まあ、自宅、必要になってきますよね。うん、というわけで私、ここに、ね、自宅購入いたしました、ね。ベリアの。ベリア村で一番多分大きい家になるのかな、ここは。うん、と思うんですよ。うん、まあ、ここでね、なんでしょうね。錬金術。錬金術道具、うん。これを使って錬金したりとかね。こっちにはね。バレノス伝統料理道具ね。これでまあ料理したりとか。うん、する、なんだろうな。クラフト系の家具みたいな感じですかね。うん、まあこれちょっとバレノスじゃねえ、ベリア村でね、売ってたんで、ちょっと買ってみましたよと。で、まあこの多分、生活系をやっていくと多分ですよ、この、で行動力、うん。これが多分ね、どんどん失われていくと思うんですよ。うん、で、それを、回復するのには、もちろん時間が経てば回復するんですけれども、一番手っ取り早いのは、ですね、このベッドで、うん、寝たまま放置させていくと、うん、いうことが一番行動力が回復する。まあ、普通の人間と同じですね。うん、休んでいれば行動力回復しますよと。休みが足りねえと。うん、行動力が回復しなくてね、スタミナ切れ、こうしちゃうよと。さあ、ちょっと、シューレさんに、こう寝てもらいましょう。さすがにね、このまま寝てもいいんですけど、これね、部屋の中ではね、これ、いろいろあるんですよ。これは染色かな、うん、あ、メルブのパレット。これがあれば、あ、なんだろう。これ使えるってことだね。これなんだ？あれなんか、あれだな。表示ちげえな。これね、マイカちょっと、あ、出た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 。後ろに隠れてたんだ。これ。下着読み。あら、セクシー。さすがやっぱ寝るんですからね。ちょっと寝やすい格好で寝てみたらどうと。で、ここで R ボタンを押すと。R キーを押すと。で、ここで寝ますよと。ペットたちと一緒に。
しおりさんがここで寝ておりますよとね。これね、よく見ると浮いてる。で、こんな感じで寝かしておくとですよ、ちょっと時間待ってみましょうか。しおりさんはアップでちょっとね、ワンコと一緒に。ちょっと待っててみましょうか。メイド出自表示。あ、回復しましたね、今ね。うん、57から60に回復しましたよと。うん、つまり、通常と比べて、このね、ベッドで寝ている状態であれば、3倍回復が早いぞと、うん、いうことなんです。だから、この行動力回復したければね、まあ、時間があれば、ね、もしくは何かをね、うん、まあ、あんまり PC に負担がかかるから、おすすめ、できないんですけど、うん、まあ寝る自分が寝るときとかにね、うん、まあ自キャラもベッドに寝かして、うん、ちょっと放置しとけば朝には回復してんじゃねえかと、うん、いう感じですかね、うん、まあそんな感じの繰り返しながらね、行動力回復しながらも、うん、まあちょっと生活で行動力使っていくよと、うん、いうことができますと、うん、いう感じなんです。回復しました？素敵、うん、この下着はちょっとあれだね、際どい、切れ込みがちょっと際どいのかな。服着せよ。はいはい、こっちでも似たようなもんだけどな。まあね、まあこんな感じで自宅があってね、自宅で回復できますからね、ちょっと行動力の回復も早いぞということでございますよと。大体はだから自宅が必要になってきます。生活をする上で。うん、自宅ないし、倉庫だったりね。あと、まあ、今後多分必要になってくるんでしょうけども、なんだろうな。だから、クラフトの種類に沿った、製作所みたいなところをね。うん、まあ、このベリア村に作っていくということをしないと、まあ、物ができなかったりとかするんじゃないかなと。まあ、全然知識ないんですよ。ちょっとこんなんじゃなかったかなっていうので話してます今。うん、さてじゃあね、早速やっていくんですけども、いきなりね、何も知識もない状態でじゃあ始められるかっつったら、まあできませんよね。大体はチュートリアルってもんがこういうものにありますよと、うん、というわけなんでね、大体困った時はこのヤミさんに聞いたらいいよと、ガイドありますねこれね。で、最終加工を学びたい、料理を学びたい、釣りがしたい、貿易はどうすればいいの、これは戦闘昇級、これはあれだね、戦闘関係の、うん、やつですね。知識、巻き割り、熟練獲得、巻き割りじゃねえな。巻き割りか、うん、熟練獲得、知識、うん、依頼、封印されたアクセサリーを得る方法、火縄銃を作ってみたい、いろいろありますね。これ、まあ、言ってみたらガイドとはいえども、クエストみたいなもんだと。これを、まあ、ヤミさんから聞いて、ね、いろんな知識を得ていけばいいんじゃないかと、最初はね。うん、というわけで、じゃあ、上から順番にやっていきましょうか。最終加工を学びたい。うん、ベリア村の村長なら方法を知ってるんじゃないか。会話を終了すると自動で道探しが始まります。生産活動を始めるには次の準備条件が必要です。レベル31以上で生産活動を始められるぞと、うん、いうことだね。もう受けたのか、チュートリアル的なやつ、うん、というわけで村長に話してみよう。あの家もこのベリアの中心にあるからね、どこに行くにもアクセスがいい、うん、わしも昔は偉大な冒険者を夢見ていたが本当に結局戻ってきてしまった。私に接するように村はしている。ごめんなさい、話してた会話かな、違う、これだ。最終生産活動を開始する。ベリア村はどうだね、素朴だがいい村だろ。はは、この友からは返事がないな。まだここに慣れていないと見える。ならばジルダに会ってみるのはどうだ。道具を売る友がきっと助けになるはずだから。
私が君に接するように村人にも接してくれ。わかったわかった。さあジェルダさん目の前にいますね。用事はどちらか一つですよね。海賊っぽいね。もしくは道具。なんかいい感じ。村長からではなくて直接来たらよかったのに。よそから来た人を見たら力になりたくて会えて嬉しいです。なめし用ナイフがありますが毛皮でも手に入れてみませんか。いいですね。材料が欲しいんですか。何でも言ってください。腹が減ってはいけないから。てんてんてん。あ、もしかして冒険中ですか。なら私が差し上げた道具が役に立ちますよ。特に村の周辺には野生動物が多いから、その道具で肉を手に入れることができるんです。実際にやってみるのはどうですか。イタチを買って肉を取ってみてください。料理用の肉が必要であれば、屠殺用ナイフが役に立つはずです。屠殺用ナイフ。お、なんか出たよ。最終と。ちょっと見てみます。じゃあ。すべての生産活動の開始は材料の収集から始まる。材料を取得する方法のいくつかは自然から直接収集でき、統合して採集と呼びます。マップ上には様々な天然資源が存在し、素材の方法となっていますよ。目次はいいか。採集方法。採集が可能なオブジェクトに近づくと採集マークが表示されます。あの丸っこいやつだね。こんなこれのなんかちょっと似てるやつです。この時に R ボタンまたはボタンをクリックすると、材料を収集します。収集マークが表示されない場合は少し前に他のキャラクターによって採集されたものとなり、ある程度の時間が経過した後に再び、採集が可能ですと。もし採集道具がない場合はどのような道具が必要か確認できます。同じオブジェクトでも採集道具によって獲得できる材料が異なる場合があります。例えば木を採集する場合、伐採用のや樹液採集道具が必要になります。伐採用のでは丸太や木材などが、材料を獲得でき、樹液採集道具では、木の樹液を、採集できます。また樹液採集道具では、狩猟した道具の血を、採集することができます。あ、そんなことできるんだね。ご覧の通り、これっぽいアイコンのものですね。大体ターゲットを狩ると、ね、狩った後に、ね、こういう、ね、炎上のリングメニュー出てきますね。でそこで、まあこれであればこの鎌屠殺用のナイフですね、があれば、まあ、肉だったりとか、まあ、皮だったりを取得できるよってことだね。最終レベル、生産は採集をはじめ、加工、料理、調理、錬金、釣り、狩猟、貿易など8つの項目の行為を指します。各項目にはそれぞれレベルが存在しますが、レベルが高くなるほど、付加効果が得られます。生産レベルはキャラクター情報Pキーで確認できます。なるほど。最終の場合レベルが上がっているとグレードの高い採集道具を装備できるようになります。高い高レベルの、採集道具は採集時間を短縮する効果がありますが、工房で製作する必要がありますよと。だから売ってはいないと。自分で作るんだよということだな、きっとね。なるほど、なるほど。採集服は防御力が低い代わりに特定の地域でモンスターから攻撃を受けずに安全に採集ができるようになる装備です。いいじゃないですか。だから戦闘とは無縁でいけるってことだね。生産活動、特に、採集を、主とする場合は、効用が優れています。採集服を得る最も簡単な方法は生産に関連する依頼をこなすことです。なるほど。まあご覧の通りですね。また、銀刺繍採集屋の服は着用が必要なレベル条件がなく同一のアイテムで、潜在力突破ができます。そんなことができるの。潜在力突破時効果が増加しますよと。ご覧の通りプラス2になるとかね。あとなんか得られる効果がちょっと上がると、そんな感じでしょうね。採集の種類、採集は、対象物に応じて道具が必要になったり、結果に応じて複数の加工を使用し価値の高い材料に変えていくこともできますと。なるほど。最初の基本的な道具は、
材料商人から購入できる、ね、ジルダさんから購入できますよと、うん、まあご覧の通り、対応したものですね。これがね対応、対象に応じた最終の種類は以下となりますよと。駅からは伐採、樹液採取、ね、斧と採取道具、ね、ご覧の通りで関連加工っていうものが出てくるんだね。なるほどなるほど、これいいな。これちょっとスクショ取っておこうかな。後で使えそうな気がする。ちっちゃいの。8K で撮ってるからかな、きっと。まあ、アップにすれば見れますよと。うん、多分あの、字が潰れてたりとか、そういうことはないと思う。最終で獲得する副産物。最終活動を進行すると目標にしていた、最終物の他に貿易品、錬金術の材料、各種粉、修道士の枝など、うん、先の尖った、黒結晶のかけら、うん、硬い黒結晶のかけらを獲得できます。貿易品の種類はどのような対象を採集するか、どこで採集を行っているかによって異なります。重要なのは貿易管理人に該当アイテムを販売するとき、原産地と販売している場所の拠点がつながっている必要があるということです。なるほどなるほど、うん、もし拠点がつながっていない場合は販売金額 30% のみ獲得しますよと、うん、これ結構大事みたいですね。原産地を確認し販売する場所と貿易品の原産地対象が対象点がつながっているかどうか確認しなければなりません、うん、なるほど結構あるね、うん、伐採の過程で、獲得する補助的なアイテムは錬金の重要な材料として使用されることもあります。しかし自分自身で錬金をしないのなら、取引所に販売してシルバーを得ることもおすすめです。使わないうちは売ってしまってもいいのかもしれないってことね。先の尖った黒結晶のかけら、硬い黒結晶のかけらは、それぞれブラックストーン武器、防具と一緒に加熱して、凝縮された魔力のブラックストーン武器、防具を作ることができます。うん、なるほど。これの方が、ね、こっちの方が多分、パーセンテージ高いんだろうね、強化するとき。なるほど、なるほど。最終潜在力。最終潜在力は生活レベルと同様に自分の情報を PQ ウィンドウで確認することができます。最終潜在力は、料理等によるバフや、衣装、エリクサー、錬金石などで上昇させることができる、最終潜在力が上昇すれば最終の、所要時間が減少します。したがって短時間でより多くの採集をするためには、最終潜在力にも気を使う必要がありますよと、うん、つまりこういう食事だったり薬なんかでねバフをつけていくと、効率のいい、採集活動ができますということですね。あ、行き過ぎた。ん？合ってるか。うん、採集例。黒い砂漠では様々な NPC から、採集関連の依頼を受けることができます。まずはベリア村から採集依頼を受けて進行することをお勧めします。最終依頼を完了するためには少しの時間と労力が必要ですが、報酬として貢献度、最終経験値を含む、先の尖った黒結晶のかけらなど、貴重なアイテムを獲得できます。また最終レベルを上昇させたい場合は、昇級類を、進行することをお勧めします。昇級類、うん、なんだろうね、うん、昇級依頼を、昇級依頼かなこれ抜けてんだね。を進行すれば、一気に大量の最終経験値を、獲得することができます。なるほど。これを進めていくことでね、昇級依頼を進めていくことで、まあ、生活レベルのレベリングもできますと。うん、昇級依頼は初級レベル10から進行することができ、闇の精霊の案内メニューを利用すれば、該当の依頼を受けることができる NPC からより簡単に案内を受けることができます。なるほど。これあれだな、ちょっと前のメニューだな。尾行導入および使用につきまして、予告なく変更取り消しが行われる可能性がございますので、改めてご了承ください、うん、掲載状況最新で2016年の7月20日の掲載ですよと。これがね、こっからだからあんまり変わってはいないんだろうねきっとね、うん、なるほど。さてと、
イタチを買って屠殺で、イタチの肉を手に入れると、うん、さて、あ、スクリーンショット撮ったんだもんね、はい、この画面ちょっと消そう。はい、夜になってしまったな。屠殺用、改良された屠殺用ナイフ、これを装備して、うん、イタチを買って、うん、イタチから肉を、得ると。刀だけ装備しようか。あんまりね、戦うわけでもないから、そんなに武器いらないだろ。ごめんなさい。いきなり、振っちゃったけど、イタチだ。損。で、屠殺用ナイフで帰ります。あ、残酷、残酷です。ただ生きるためには仕方ないんだ。許せ、お前の血と肉無駄にはせんぞね。これを、すべて、もちろんすべて1個でいいのかな。まあ1個でいいって言ってるから1個でいいだろうね。余計に取っていくっていうのはね、自然と一緒に生きていくという意味では、ね、どうしたの？あなた今ゲロ吐きそうになってた。行商人の方、無駄な殺生をしないということが大事だ。さてこれをジルダに報告。用事はどちらか一つですよね。花もしくは道具。セクシーなんだよね、なぜか知らんけど。ジルダの雰囲気。狩りと生産は冒険の基本です。まずは何かを食べないといけませんから。なめし用ナイフがありますが、毛皮でも手に入れてみませんか。いろいろあるね。木材専門家シリウス。これも受けちゃいましょう。対応の基本については十分わかりました。それじゃあ木を学んでみるのはどうでしょう。木を理解すれば家具も作ることができるし、馬車や渡し船も作ることができますよと。私が専門家を一人ご紹介します。あの前に見えるのがシリウスです。大きな体にふさわしくない力があって、体に似合わず繊細な方なんですよ。料理用の肉が必要であれば、屠殺用ナイフが役に立つはずです。役に立った。肉をジャーキーに加工。肉をジャーキーに加工する。取った肉をすぐに食べてはいけません。料理して食べるか加工が必要です。私は干して食べるのをおすすめします。ジャーキーを作れば味もいいし、保管も便利ですから。それじゃ加工してみますか。イタチ肉でジャーキーを作ってみてください。あ、なんか今あったな、作り方。木材用の木を切ることができますよね。うん。加工。これもまた長い説明がございますね。読んでいきますか。大事ですからね。黒い砂漠にはさまざまな生活コンテンツがあり、農場でジャガイモやトウモロコシを、獲得することも、水辺で釣りをすることもできます。また倒した動物から、皮や肉も得られます。これらの材料でさまざまなアイテムを生成することができますよと。各町ごと特産品を作って貿易に使用することも可能ですと。生産は、採集、加工、料理、調理、錬金、釣り、狩猟、貿易の8種類に区分されています。これは採集も同じだったかな。このうち単純な作業を通じて材料の性質や、形態を変化させるものが加工です。加工は複数の材料を活用して結果を得る。料理や錬金と似ていますが、結果が完成品ではなく、主に料理や錬金などの製作で材料として使用されます。なるほど。加工ウィンドウ、L キーを開いて種類を選択してアイテムを入れるとすぐに加工を開始することができます。ほとんどの加工については条件はありませんが、中には晴れた日のみに加工可能な乾燥、あ、そういうことなんだ。へえ、風が吹かなければできない選別。へえ、面白いね。天候に左右される。リアリティがあるっていうことかな。天候に左右されるものもありますよと。加工するウィンドウキー、ウィンドウ L キーを開くと。そうするとこんなん出てくるよと。加工方法を選択します。いくつかの加工は条件を満たしている場合に選択可能です。例えば乾燥は晴れた日のみに。ご覧の通り乾燥させていると。
バッグから必要なアイテムを右クリックで選択してスタートボタンを押すと加工が始まる。加工の種類。なるほど。そうだね。混合ね。混合、粉砕、巻き割り、乾燥、選別、加熱、種類。2つの材料を混ぜて新しいアイテムを、獲得するのが、混合、うん。なるほどね。主に加工によって得た料理の材料と水を混ぜて生地を得るために使用すると。粉砕。すり鉢に材料を入れて砕いて、粉末などが得られます。主に穀物を砕いて粉を得るか、金属の不純物を除去してより価値あるものに変えますと。巻き割り。木に手を加え、さまざまな形態の、材料を制作できます。木のほとんどは巻き折りをすることでより良い形に変えられます。乾燥。晴れた日のみ可能、材料の水分を除去し、より滑らかで手入れしやすい形に変更させます。魚や肉を、乾燥して長期保管するか、皮を手入れするときに使用します。なるほど。選別。風が吹くと可能です。選別して価値ある材料だけを抜き出します。羽毛類を選別すると効果が高い。なるほど。加熱。暑い日によって新たな形に変えます。金属のほか、不要に見える様々なアイテムを使用できるようにします。アクセサリーを溶かす目的でも使用される。なるほど。それで何かを得るんだろうね。修理。住居内のアンビルの前で行います。耐久値が下がったアイテムを費用を消費せず、自分で修理することができます。なるほど。これはありがたい。今まではね、鍛冶屋さんとかに行って、お金を支払ってね、修理するっていうことをしてましたけど、家にこれアンビルがあれば、自分でやれると。一つのアイテムだけ、修理可能ですが、修理中にキャラクターを変更し、他のキャラクターで接続することも可能。すごい。この時修理を行ったキャラクターは修理中と表示されます。なるほど。だから、自分のキャラが修理してるところを別のキャラで見れるったりするのかな。面白いね、それね。倉庫で大量加工する加工の種類。重量が 100% になったら加工を進行することができなくなるため、加工材料をバッグに入れた状態で大量の加工を一気に行うことは難しいです。そこで、便利アイテムのアバター、ペネシルドレス、カルキスーツを装備すると、倉庫に保管されている材料を使って加工を行うことができるため、連続で大量加工が可能になります。そんなアバターがあったのですか、知りませんでした。なるほどね、ドレスやスーツを着用した状態で倉庫管理 NPC と会話すると、倉庫ウィンドウの下に加工ボタンが表示される。なるほど。加工ボタンをクリックすると加工ウィンドウが活性化され、倉庫に保管されているアイテムを加工材料として使用できます。ただし加工して得た、結果物はバッグに入るため、加工結果によって所持重量が 100% 以上になる加工は中断される。なるほど。加工レベル、ここに書いてありますと。キャラクターパラメータみたいなところだね。加工レベルが上昇すると、同じ個数のアイテムを加工した際により多くの個数の結果物を得られ、効率的に加工ができます。いいね。また加工の成功確率が増加します。結果物でより高い等級のアイテムが獲得される場合もあり、例えば加工レベルが高い場合、鉄鉱石を加熱したら溶けた鉄のかけらの他に、鉄の塊を獲得できる確率も増加しますよと。なるほど。加工成功率ね。加工がうまく、思うようにうまくいかない。これ結構出ますね。私もストーリー中にね、ポーションをちょっと上のものにやるみたいな時にね、ちょっと簡易錬金だけやってた時に、あんまりうまくいかないよと。これが失敗してる時だと。加工の際よく目にするシステムイメージね。そうだね。何の、これあれだろう。まあ、いいか。できるとこんなんできますよみたいなことかな。それかもしかしたらこんなのを使っとけばね、成功確率が上がりますよと。あ、書いてあるな。加工は失敗する場合がありますね。加工専用アバターを、着用したり、料理、電気石を使用することで成功確率を上昇させることができます。なるほど。上位加工知識を習得する。加工でより高い等級のアイテムを製作するためには、錬金で製作した特別な材料、金属溶解剤、木材強化剤等の、他にも高い等級のアイテムを作るための、修練、熟練知識、ライセンスが必要です。いいじゃない、面白いね。こんな感じの。
強固な楓剛板、うん、なるほど。健康かな、強固かな、健康かもしれないな、普通に読んだら。健康な楓剛板を作るためには加熱、熟練の知識が必要です。該当知識がない状態で加工した場合、加工しても結果物を獲得できません。なるほど、知識がないと作れないよと、うん、揃ってやっても結果物は出てこねえぞと。修練段階のライセンス、収集見習いレベル4以上であれば、下記の NPC からクエストを受けて進行しクリア報酬で知識が得られると、うん、ただしクエストを進行するためにはクエストの、先行タイプ生活にチェックされている必要があります。そんなのあんの、うん、NPC と会話する前に必ず全体にチェックされているかを確認してください。クエスト先行タイプは全体にチェックされていない場合、クエストを受領できない場合があります。なるほど、そんなことがあるんですな。クエスト名、混合訓練、子供のためのおもちゃ、ララ、あ、ララちゃん、ハイデルのララちゃん、感想、ソフトレーザーが必要だ。テクトン、その近くにある鍛冶屋の人だね、うん、羽毛選別、ドーラーボンティで加熱、パイシー、粉砕もパイシー、巻き割りもパイシー、パイシーはいろいろ知ってます、うん、で、熟練段階のライセンスはより上位段階の加工であることから、修練ライセンスの獲得よりも条件が複雑となり獲得することが難しくなっています。多くのクエストはカルフェオン地域で進行され、今後熟練ライセンスの場合、加工職人になると、挑戦課題の報酬 Y キーを通じて獲得できますと。粉砕選別、加熱巻き割りね、ご覧通り。ゲラノージャさんね、マーテオ、ケプランの武器商人、トレント村の防具商人、なるほど、からあれだね、上級のライセンスをね、熟練段階のライセンスが得られますよと。これはまあでもまだまだ私は先の話ですね。加工依頼、黒い砂漠では様々な NPC から加工関連クエストを受けることができます。まずはバレノス地域で加工依頼を受けることをお勧めします。だからあれだね、最終依頼と同じく加工依頼もありますよと。だからちょっと始まります、うん、こんなのありますよと。なるほど、うん、じゃあちょっと話が長くなってしまいましたけども、ジャーキー乾燥で香りの強いジャーキーを加工する、ここで作れるのかな、これじゃない、スキルの。この中で、感想ですね。これだ。うん、で、イタチの肉を入れて、うん、スタート。ちょっと待って、乾燥してる修練さんをよく見るな。大丈夫、こんなところに置いて。あ、ちょっと。チラチラ見せて。こっちにしたら膝がガードしてくれて、もう一個、はい、香りの強いジャーキー完成しました、うん、OK、 こんな感じですね、うん、簡単、うん、放り込んじゃえばいい、うん、放り込んでスタートさせちゃえば、うん、いいわけ。さあ、ジルダちゃんと話すよと。鶴橋は鉱石や石の採集に使います。なるほどね、雨が降る天候に乾燥を試してはいないですよね。とにかく頑張りましたね、うん、ポーションが足りなければ代わりにジャーキーを食べてもいいと思います。なるほど、うん、採集道具は木の樹液や動物の血を抜く際に使います。うん、さてシリウス、どこにいるんだっけ、シリウス、あ、目の前にいた。あ、家具商人シリウスさん。